第1日目が終了し、コンサートの横断幕にメッセージを皆さんに書いていただいている状況です。 アンコールが始まりました。今日最後の歌声ですね。 宮城三条OGの皆さん、 本当に素晴らしいステージでした。仙台、特に中心部は現在復興が進み、物資もだんだん手に入るようになってきました。しかし、心の潤いのようなものはまだまだ不足しているということが、稽古の歌声を聞いて集まってきた皆さん、本当に多くの人が足を止めて、いつまでも聞いていたい、そういった次の曲が聞こえてきて、 非常によくわかります。まだまだ精神的な心の潤い、こういったものが足りない。震災で被害を被ったこの宮城県、あるいは仙台で、これからも長期的にどんどん、こうした心の潤い、ほっとできるような何か、こうしたものが必要なのかなと思います。 なお、この大震災復興支援コンサートは、今日4月2日から6月26日までの、ほぼ毎週土曜日曜日、1時半から、仙台三越前、そして、ホーラス、最後はこの藤崎の前と、会場3カ所移動しながら行われます。ぜひ、素晴らしい歌声、来週はまた別の方が、 別の団体が出演いたしますが、主に合唱団の皆さんが出演なさいます。ぜひですね、お集まりいただき、心を癒し、そして、また支援の方もしていただければと思います。それでは、歌会の方、最後までお聞きください。 三条のOGの方でしょうか、非常にですね、心が解放され、地震で大変だったね、どこそこの街とはやっと電話がつながったよ、歌えるって本当に幸せだな、こんな声が聞かれました。いや、本当にどうもありがとうございました。素晴らしい歌声でした。 本当にどうもありがとうございました。明日4月3日も1時半より三越前、そして2時半よりフォーラス前、3時半藤崎前という日程で、別の団体合唱団がステージを行います。ぜひお集まりください。なお今日はですね、これから世代長町ビスターリにても、チャリティーコンサートの方を行われます。こうして、 大変な折ですが、みんなが心の潤いを得ながら、長期的な視野に立って復興していこう、その記念すべき第1回目となる大震災復興記念コンサートの模様、
チャンネルインクルージョンから私現代アーティストの門脇敦がお送りしました。皆さん、ずっと見てね。